今日は双極性デザインという考え方についてお話しに来ました。私は大学の先生をしていますので、こういうプレゼンの場は普通の人よりは慣れているという方だと思うんです。でも今かなり見て分かりの通り緊張しています。そんな緊張しいの私がプレゼンよりももっと緊張してしまうのが懇親会というやつです。大きな学会なんかになりますと、大きな部屋に100人以上の人が集まって、思い思いに話をして仲良くなって、時にはその後一緒に研究をするようになったりする、そういうイベントです。で、私も最初はあのすごい発表していた人とお話してみたいと、声をかけてみようと思ったりしてるんです。でもその人はすでに他の人と話が弾んでいたりして、私なんかと話しても面白くないかもしれないななどと考えすぎてしまっているうちに、あ、気がつけば私たち一人だと、せめて恥ずかしいから知り合いを探して話しかけようと、そんな風にしているうちに終わってしまうということがあります。学生でも社会人でもきっと同じようなイベントがあって、私と同じように消極的になってるしまってる人っていると思うんです。もしかしたらそんなところに立っているだけでも積極的な方じゃないかと、一回は声かけてみようと思うんでしょうとか、私ならそもそもとても消極的だから懇親会なんか参加しないしというふうに言いたくなった人もいるかもしれません。でも一つ言わせてください。そういう私の方が消極的、私こそが本物の消極的みたいに張り合うのはやめにしましょう。だって今時誰にだって消極的になってしまう時がある、そういう時代だからです。分かりやすいのはツイッターだと思います。私ツイッター好きでよくするんですけれども、いろんな人からフォローされます。でも別にフォローし返さなくてもいいし、フォローしたいだけしてコミュニケーションもしたいだけする、そういうとても受け身でいられる、頑張らなくてもいいところが受けている、そういうアプリだと思うんです。そういうアプリが受けている時代に懇親会だからといって頑張るというのはなんか違うんじゃないかと私は思います。懇親会だって頑張らなくてもコミュニケーションできればいいなと私は常々思っています。そんな話をしていると、いや、もっと積極的になりなよとお叱りになりたい人も中にはいるかもしれません。でもそういう人ももともとは消極的で、気合でうまくできるようになってきたからこそ、自分もできたんだからお前も気合で何とかしろと、そういうふうな人が多いんじゃないかと思うんです。でも私はその気合をもっと別のことに向けたらいいのというふうに考えてしまいます。コミュニケーションが楽になれば、そのエネルギーをもっと他のことに向けられるんじゃないかというふうに思うんです。話を懇親会に戻しましょう。懇親会も懇親会しますというだけでうまく交流できる人ばかりじゃないなというふうなことを考えて、ちょっと工夫してみようというふうに考えてくれる人も中にいます。そうすると私はですね、あ、そういう懇親会なら私でもうまく交流できるかもしれないというふうに期待を胸に参加してみるわけです。でもいざ蓋を開けてみると、ジェスチャーゲームが始まったりするんですね。ジェスチャーゲーム、今からお題を出しますので、ジェスチャーだけでそれを表現してくださいと、豪華景品を用意してますので頑張ってくださいと、まあ、そんなゲームです。うわー、やりたくないと思うんですよね。でも言う勇気がありません。周りにもきっとそんな人がいるはずです。せめて難しいお題は勘弁してくれ、野球ぐらいにしておいてくれという心の声が私には聞こえてきます。しかしその願いはもろくも打ち砕かれ、流行りのお笑い芸人のネタをいきなり人前でやらされることになったりするわけです。イベントの主催者をするような人っていうのは大体積極的な人で、
そういう盛り上がればなんとかなるというふうな考え方をする人が多いように思います。私はこれはそういう人に任せておけないと、消極的な私の人ような人が何とかするしかないなというふうに思うようになったんです。ある学会で私は夕食席決めシステムというものを作ることになりました。どういうシステムかというと、パソコンとかスマートフォンで事前に誰々さんと近くの席になりたいとかいうふうにこっそりとこう登録しておくことができると。そうしておくとシステムが自動的になるべく多くの人の願いを叶えてくれるように席を決めてくれると、そういうシステムです。あ、そんなシステムがあれば私も憧れのあの人とお話できるかもしれない、そんな懇親会なら参加してみたいというふうに思ってくれた人もいるかもしれません。でも私は何しろ消極的なので、まだそれでは安心できませんでした。憧れの人とめでたくシステムが隣の席にしてくれた時のことを想像してみましょう。なんでこの人と隣になったんだと、私はこの人と話したいと登録してないと、なるほどこの人は私と話したいと登録したんだというふうに希望がバレてしまうんです。それだったらお隣いいですかと言って座っていくのと同じじゃないかと、それができないから苦労してたのにというふうに私は思いました。せっかく大掛かりなシステムをわざわざ作るんだったら、消極的な人が安心して交流できるようなシステムを作りたいと、何よりも私が安心して参加したいというふうに思ったんです。そこで私がどうしたかというと、希望の登録の仕方を変えました。私が誰々さんと近くになりたいというふうに登録するのではなくて、 A さんと B さんが近くの席になったらいいなというふうに登録できる、そんなシステムにしました。そうすると、2人の人を仲人のように引き合わせてあげるイメージですね。そういうシステムです。もちろんどちらかの名前をこっそりと自分にしておけば、自分の希望も登録することができると、そういうシステムです。もう一度憧れの人と隣の席になった時のことをイメージしてみましょう。相手はやっぱりなんでこの人と隣になったんだろうと、あ、この人が私と話したかったのかなというふうに思います。でも待てよと、他の人が登録したのかもしれないと、わからないなというふうに希望がバレにくくなるというわけです。難しいことではないんです。非常にちょっとした工夫です。でもよっぽど消極的な人でなければそこまで工夫しようとは考えません。消極的だからこそ消極的な人が安心して参加できる、そういう工夫を考えることができるんです。私はそういう工夫のことを消極性デザインと呼んでいます。英語ではシャイハックと呼んでいます。消極性で悩んでる人っていうのはですね、なかなか他の人に私こういうことで悩んでるということが言えないということもあると思います。そもそも消極性で悩んでいるということに関しては、普通の人は努力や根性で解決しようというふうに思い込んでいますので、なかなかそういう発想すら出てきにくいということがあるんじゃないかなと思います。そういう空気が少しずつでも変わって、消極性の問題も工夫で何とかしてみようというふうに思ってくれる人が増えたら私は嬉しいです。とは言ってもシステムを作るのは難しいんでしょ、プログラミングとかしなきゃいけないんでしょ、それだったらまだ積極的になる方が簡単そう、そんなふうにもしかしたら思われた人もいるかもしれません。確かに私は消極的で緊張しいなんですけど、プログラミングは得意だったのでそういうシステムを作ることができました。でも私もいつも主催者なわけではないので、プログラミングができたからといっていつも私のシステムを使ってもらえるわけではありません。そんな一参加者で参加として参加するときでも、私は何かしらのシャイハックを準備していきます。私が今一番お気に入りのシャイハックは、好きなものの T シャツを着ていくというものです。今も着ているんですけれども、ツイッターが好きなんですね。こういう格好をして懇親会に参加すると、向こうの方からツイッター好きなんですか、ツイッターやるんですかと声をかけてもらうことができます。自分から声をかけなくてもいいというだけでもかなり救われます。しかもツイッターの話をすればいいので、自分の好きなものの話をすればいいので、自分の土俵の上で戦うことができると、そういうシャイハックです。
もっとやる気がない時もあります。今度の懇親会どうしても参加しなきゃいけないらしいんだけど、もう話をする気力もないと、そんな時もあります。そんな時は私はちょっといいごついカメラを首から下げていきます。そうすると会場に一人でいたとしても私は懇親会の撮影係に見えるんです。一人でいても恥ずかしくないと、そういうシャイハックです。もしかしたら写真撮ってくださいぐらいは声をかけられることがあるかもしれませんが、まあ写真を撮ればいいんです。でもし、あ、ラッキー、この人とはお話してみたいという人が近づいてきた時には、実は私は撮影係じゃなくて参加さんなんですと、でお話しすればいいと、そういうツイッターのような気軽さがあるシャイハックだと思っています。どうでしょう、それぐらいなら私でもできるかもという気がしてきませんか。消極的な人が自分の悩みを自分で解決すれば、同じような悩みで苦しんでいる消極的な人、あるいは気合でなんとかうまくできている人、そんな人たちが少しずつ楽になります。消極的な人はそういう解決した方がいい問題にいち早く気づくことができる優れた才能の持ち主だと私は思っています。皆さんの心の中にある消極性の数だけ消極性デザインの種はあります。私と違って懇親会は大好きなんだけど、プレゼンはすごく上がってしまってダメダメなんですという人もいるかもしれません。コミュニケーションは大体大丈夫なんだけど、何か新しいことを始めようと思ってもすぐやめてしまうと、三日坊主になってしまうんですというふうに悩んでいる人もいるかもしれません。大体私はいつも積極的なんだけど、異性と話すときだけピンポイントに消極的になってしまうという人もいるかもしれません。皆さん、そんな自分をどうやったら変えられるだろうと長年悩んできた、でももしかしたら変えられなかった、私は違う方法を試してみるべきだというふうに思います。ぜひ皆さん、自分なりの消極性デザインを考えてみてください。これは先生からの宿題です。ありがとうございました。